本当オリンピックシーズンだからね。ね、あのぜひあの悔いのない準備をして頑張って、ね。やっぱりあの、まあ、自分の家過ごしやすいなっていうのはありますし、あと食べ物が想像通りの味、見た目通りの味で美味しいなって思います。はい。ちなみに一番最初何を召し上がったんですか？あ、一番最初はあのお刺身を、はい、あのスペインのホテルでもお寿司みたいの出たりしたんですけど、やっぱ違うなって思って、はい、私が結構あの他の人の記録とかあの競技とかを結構見てる方だと思うので、すごくその活躍だったりその競技を楽しく見させてもらって、なんかそれがまあその選手は真剣に勝負してらっしゃるのに申し訳ないんですけど、ちょっと息抜きになったりするのであのそこであの、まあ、いい結果でも悪い結果でもあのすごい頑張ってるなっていういいあの刺激はもらってるなっていうふうに思ってます。社会人としての先輩として何か新人の方へのこうアドバイスみたいな。そんなアドバイスできるほどじゃないんですけど、まあ無理しすぎないことですかね、はい、あのやっぱり競技もあの少し社あの会社のお仕事もさせていただくことになると思うんですけど、あの無理しないようにあのどうしてもあの真面目に頑張ろうって全部頑張ろうってなっちゃうんですけど、オンとオフをしっかり作ってあの生活していくことが大事じゃないかなと思います、はい、まだあのジョギングとかしかしてなくて、あの本格的な練習は再開してないんですけど、あの体調管理に気をつけてあの4月万全なあの少しでもいい状態で、万全まではいけないとは思うんですけど、少しでもいい状態で臨めたらいいなというふうに思います。やっぱり年々あのちょっと日本で試合ができる機会があの減ってきてしまっているので、あのこういう機会でしか日本のファンの皆さんとなかなかお会いできないので、あのぜひ会場に足を運んで見てもらいたいなというふうに思いますし、あのできる限りあの皆さんとあのつながれるように頑張りたいなと思います。ちょっとあの最新の飛行機 の, あの機体の長さにちょっと足りてないので自分の記録は今まであの飛行機1機分っていうのが自分 の, あの自己紹介のフレーズだったんですけど、あのちょっと足りてなくて、ちょっと今後どうやって自己紹介すればいいかなって悩んでます。あの みんな子どもたちとかにあの67メートルってどのぐらいだよっていうので、だいたいあの大きい飛行機1機分だよって言ってたんですけど、もっと大きいのが出ちゃったんであのちょっと考えます。それは何メートルだったかな。70は行ってないぐらい。70行ってなかったと思って。それはあれそれは73.8。ちょうどいいぐらい。いやいや、ちょうどいいぐらいじゃない。あれ皆さん73.8だそうです。じゃあ、あの撤回でお願いします